ソーラーサーキットの家に暮らした人にだけわかる住み心地の良さという住まいの基準。家作りに欠かせない住み心地の良さという考え方。家族もたくさんおりまして、妻とそして9人の子供と11人で住んでおります。もう約10年ぐらいになりますね。やはり一番重要視しなければいけないのは住み心地なんじゃないかなというふうに思います。それともう一つ、部屋の温度が一定に保たれることですね。そして私自身のこだわりとして、やはり大きな吹き抜けが欲しかったんですね。大きな空間の中で家族のぬくもり、そして家族の動きを感じていたいと、そんな思いがあってこのような家を建てました。やはりみんな楽しそうですね。まあ、これっていうのはやはり大空間のならではの楽しみなんじゃないかなというふうに思います。冬、外が寒くてもどの部屋も暖かく、ヒートショックが起こりにくい。家の中っていうのは安全なように思えて、実は安全じゃないという部分がありまして、家で倒れる人って意外と多いんですね。特にお風呂場であったり、トイレであったり、気温差が激しいところで、まあ、脳卒中であったり心筋梗塞、そういった病気で倒れられて救急車で運ばれてくるという方が非常に多いです。そしてですね、冬っていうのはどうしても寒いので、なかなか活動量が落ちることになります。家中の温度が一定になったソーラーサーキットの家ですと、やはり冬の活動量も十分上がるので、非常に体にとって優しい空間なのではないかと、特に高齢者の方にとってはいいんじゃないかなというふうに思います。衣替えするように夏を爽やかに、冬は暖かく、それが外断熱二重通気工法、ソーラーサーキットの家の知恵と技術です。二重通気とは、外装と内装の間に断熱材を設置し、その外と内に2つの通気層を設ける技術。夏はダンパーを開き、床下冷気を生かし熱を逃がします。冬はダンパーを閉じ、熱を外に逃がしません。忘れてはいけない住まい選びの大切なこと。C 値は隙間相当面積といいまして、総床面積あたりの隙間を言っております。だいたい高気密住宅っていうのは C 値が2以下であることを指すことが多いんですけれども、 C 値が2という状況で私の家を、想像していただきますと、だいたいこのはがき2枚の隙間が家中にあるということですね。それから C 値が1ということは、だいたい私の家中ではがき1枚の隙間があるという状況です。この住み心地を左右するこの C 値という指標を知っておく必要があると思います。家っていうのは家族を守ってくれるシェルターだというふうに思っています。自然環境から我々を守ってくれる、そんな大事な役割をしているんじゃないかなと。本来の家の役割、つまりシェルターとしての役割ですね、そういったものを十分に満たしている家、そんな家を建てるべきではないでしょうか。カタログなんかを見てですね、豪華さに目が行きがちだと思うんですね。ですので客観的な評価っていうのはなかなか難しいと思うんです。
ソーラーサーキットの欠点って言いますのは、やはりどうしてもコストがかかるということなんですけれども、これ長い目で見てください。長い目で見たときにそのコストというのは必ず回収して余りあるものがあると思います。実際に家を建ててからその辺に住む時間というのは非常に長いです。当然自分が70歳80歳といった高齢になった状態で過ごすということも考慮しておかなければいけません。この住み心地の良さは住んだ人間だからこそ分かる。いい家があるからこそいい仕事ができて、いい家族が作れてっていうふうに思いますので、この家から離れることはできませんし、やはりソーラーサーキットの家をまた建てるっていうのはごく自然な成り行きなんじゃないかなというふうに思います。できたら自分の子供たちにもソーラーサーキットを進めていきたいなと思いますね。そしてまた幸せな人生が始まる。